僕たちが成長した姿をしっかりと見てください。2分の1成人式は20歳の半分の年を迎えた児童にこの10年間の自分の成長を振り返ってもらおうと佐賀市の中川添小学校が15年以上前から毎年開いています。私の将来の夢は獣医師です。獣医師を選んだ理由は動物を大切にしたかったからです。僕が大人になったら警察官になりたいです。理由はお父さんが警察官でかっこいいなと思ったので警察官になりたいと思いました。家族へ、いつも優しくしてくれてありがとう。そしてこれまで育ててくれてありがとう。式では4年生の児童10人が保護者を前に将来の夢や日頃の感謝の気持ちを伝えました。成長したなって自分でやり遂げようとしてるんだなっていうところが感動しましたね。あ、こんな夢があったんだって叶えてほしいなと思います。